はい、どうも、ともきーです。今回は、山内式部都市活戦を、攻略していきたいと思います。はい、今回の動画は、どうしても勝てない人のための、動画となります。はい、まずは1回目の忍殺。それをやってから、こちら、階段へ行きます。階段の横。実は、ここ、安全地帯です。はい、ここ槍当たりません。あとお堂の中も、安全地帯です。基本的には入ってきません。ある条件を満たすと入ってくるんですが、はい、こことお堂の中安全地帯です。そしてここは、タイミング見てジャンプして攻撃することができます。はい、タイミング間違うと攻撃受けるんで、そこはタイミング見て攻撃してほしいかなと思います。はい、それで攻略がもう一つあります。普通に正統派で戦って半分もしくは半分ちょい減らした場合、そしてこっちも結構やばいぞっていう時に、使う技です。はい、ちょっと離れます。したらそこまでしか来れません。後ずさりして戻ってきます。そこを手裏剣で撃つ。そうすると後ろ向きの状態だと手裏剣が当たります。こっち向いてる状態だと余裕でかわされちゃいます。はい、この方法は一応手裏剣の打てる数によるんですけれども、だいたい3分の1から半分近くは減らすことができます。なので惜しいとこまで行ってこっちもやばいっていう時に使う技です。はい、そっから先は来れなくて、徐々に後ずさりして後ろ戻っていく。そこを手裏剣で、ね、狙う。でこの方法なんですけれども、人型の、NPC しか使えません。はい、こういう方法も、試してみてください。あともうちょいですね。これ使うの開幕でもいいんですけれども、はい、開幕でも後半でもどこでも大丈夫です。はい、ここで打って、はい、ダウンしました。行くんだけど立ち上がる。立ち上がったら、普通に反撃されます。攻撃してきます。なので、完全に安全に行くにはもう一発打って速攻行く。ちょっと近づいてから打った方がいいですね、手裏剣。はい、近づいて打って速攻行く。そして忍殺決めます。はい、これで、山内さん討伐。この方法、どうしても勝てない方への動画と今回はなります。はい、それではご視聴の方ありがとうございました。また、ボス戦など攻略動画どんどん上げていきますんで、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。